シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。 B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は水曜日ということで、はい、今日お休みとは言っております。すんません、すんません。天気いいですね今日。30度ちょっと超えてるんじゃないです。はい、昨日の夜ちょっと降りましたね、雨ね。あ、こちらかもしれないんですけど、はい、北九州方面すんげー快晴です。雲一つあります。あるんかいって。そんな感じなんですけど、いかがだったでしょうか。今日はちょうど週の中日なんですけど、あれ明日休みっすかね、23日かね。今日は22ですよね、確かね。明日休みの人結構多いじゃないですかね。はい、なんか週末またちょっとこうライブがまた立ち上がりそうな雰囲気がありますですね。あの長蔵さんと太一さんでしたかね。あの最近ちょっとフォローさせていただきましたですけど、そうですね、まあ植物も今日ちょっともうね、今からの季節向けてもう地植えするやつも地植えしようと思ってからちょっともうやりました。はい、まあなんでかというと、まあ部屋に入る期間っていうのが一つあるんですけどですね。はい、まあ、相変わらずちょっと掘りがわからんすね。まあとりあえずちょっとこうなんか緑っぽくなってるから大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、やっぱちょっとようわからんすね。あとはどうなんすかね、やっぱこういった子日結構ね、天気が良かったらいいのかなとかって思っても、やっぱ日がダメな子もいるみたいで、家の中にちょっと引っ込みたいなのもあるんですけどね。難しいですね。はい、毎日難しい。奥が深すぎるっていう感じですね。今日夜は私やっとワクチン1回目なんです、コロナのね。どんなになるだろうか、皆さんなんか手が痛い、気だるい、たまらんとか言って言われてあったんですけど、まあとりあえず私は見かけも中身も、ま、中身違うけど GG なんで大丈夫かなとか思いますけど、はい、まあ、またストーリーかなんかで上げていきましょうかね。昨日の夜はすみませんね、もう連投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 でストーリーも、はい、私が目指してるうざいポストになっておりましたですね。はい、まああれ見てからなんかバカやね、このハゲはとか言って思ってちょっとこう笑ってもらえてるんやったらいいなと思いますけど、何やこれは、もうちょっともうムカつくわ、もう今日一日台無しやっていう人はもうほんと遠慮せず、あのフォロー解除してくださいね。全然こだわりないので、はい、願いいたしますね。さあ、ちょっとどうでしょう、やっぱさすがにちょっと仕事でしょうね、皆さんですね、この時間やっぱポスト、まあ、そんな激しく出てないですね。なんかあれですね、バンク社の吉野さんは最近なんか忙しいみたいですね、お仕事も。はい、なんか今日鉄管っていうんですか、鉄パイプ、なんていうかちょっとわからないんですけど、なんかやっと半分終わったとかっていう、なんかすごいリアルな俺働いてる税関がまんまだったんですけど。ねえ、なんかもう手がもうムキムキ、胸筋ムキムキになるけど腹はでっぷりみたいな感じになるとか、なんかね言われてありましたが、まあ、しかし夜ポストするっていうのはちょっとね、やっぱお酒が入ってるので、やっぱ脇屋からのやっぱ上げとですね、あとで見返したらもうすんごいなんか罪悪感がありますもん。すんませんねっていう感じなんですが、さあいよいよですね、孤独の食欲もあるサイトの全部やってしまったという話なので、ちょっと今度はないなとか、ちょっとネタ探しを今やってるんですけど、まあ今日はちょっと美覚シダをやってみたんですが、難しいですね。毎回この孤独の食欲も見返しますけど、なんじゃこの絵はとかっていう感じで、もう文面もぐちゃぐちゃの時ありますからね、もうバッタバタやってるんで、ならやるなよって話なんですけどね。はい、すんませんっていう話なんですがね。まあとりあえず今日はほんとすごく日も強く、風がちょっとないのかな、やっぱちょっとないですね、ちょっと汗がこう出る感じですね。
なんかですね、こうやって暑くなったり、なんかまたちょっと気温が下がったりとかして、これも体調狂うよねとかって思うんですけど、とりあえず私は半袖半パンでおります。小学生かって感じですけどね。はー、今さっきポストあげたんですけど、本当に池にカメラでけえのがおるですね。なんかね、あれなんやろか、サギもおるしですね、白ガニかなんか知らんんですけど、あとなんかカモみたいなのもおるしですね。田舎やな。どうもこんな感じやったらどっか出かけりゃええやんとか言って言うんですけど、やっぱまだワクチンも打ってないし、でも結局ワクチン打っても動かんないですからね、デブ症なんでですね。まあ、そんな感じですよ。はい、じゃあこの続きは YouTube で。バキポキさんのぼやき。はい、バキポキさんのぼやき、やっと書きですということで、今日はもうまったりお休みいただいております。やっぱちょっとあれですね、やっぱこの46にもなるとですね、やっぱなんていうんですか、結構若い時ってかなりずーっと寝てたんですけど、まあ今も寝る方なんかもしれんですけどですね、やっぱ目覚めますね。やっぱ前の日飲んどったりとかすると、すんげえ変な時間に目覚めてからおしっこ行きたくなるんですね。ねえ、なんかこうほら、年取ったらもうちょこちょこ頻尿ってつか、もう頻尿とか言って知らんよね。そんな歌って感じですけど、まあそんな感じでちょこちょこ行きますしね、もうほんともう膀胱ちっちゃいんやないんかいっていう話なんですけど、まあこんな話はどうでもいい話なんですけど、まあ今がいい季節なんかも知らんですね。こっからまた気温がガンと下がると、なんかもう寒いからまたちょっとね、また管理が大変やしですね、体調管理が。なんかもう節々痛くなるんすよ。もうアキレス腱切っとったからですね、昔それがうずいたり、右肩もバイクで事故ってから、これ脱臼で済んだんですけど、これももううずき出しですよね。で、まあもう腰ですよ、腰がまた痛くなったりとかするから、もうねえ、もうほんとじいじいですよ、ほんとにそんな感じですね。はーい、まああとそうですね、ポストで結構あれ、アガベのエンさん、煙と書いてエンさんですね、また第2回目のライブをまたするような感じですね。すごいですね、人の株はですね、1円スタートしても必ず2万とかね、すぐなるね。まあ価値があるみたいですね。なかなかやっぱちょっとこう品物というか株がやっぱ少ないとですね、そうなるみたいですね。意外と普及種っていうか、ど定番のやつっていうのはすごいなんか値段ってなんか下がってきてますよね。こんなかっこいいのにねとか思ったら、やっぱなんですかね、その生産者とかそういう輸入業者とかが大量にやっぱ仕入れてきたりすると、やっぱこういうになるでしょうね。当たり前の話で。でもですよ、これ、ずっとコロナのこの影響が、多分もういずれやっぱね、みんなイベントとかできるようになってくると思うんですけど、今結構未消でグラキリスがいっぱいこうされてるから、未消のグラキリスとか未消のなんとかって、未消、今もありますけど、かなり増えて、値段的にもすごく手が届きやすくなるようになるかもしれないですね。っていうことは、そこで価値があるのはもうハイブリッドか、もうほんと古木って言ったらあれやね、結局もう長い年数を経った株とかかな、そういう風になってきます。灌木系がまた浮上してくるんや、今もありますけど浮上してくるでしょうね。なかなかああいうのは未消ってあんまりしっかりしたのってないですもん。うちもデカリいますけど、これがそうそう太くなるっていうことはないやろうなってやっぱ思いますもん。やっぱ手乗りぐらいのサイズで結構ごっつい、もうそれだけでなんか木の存在感があるようなのっていうのは、今もそうでしょうけど、多分値が上がってくるんやなかろうかって思いますね。今一生懸命そうやって育ててる人いっぱい多いと思いますからですね。あとはホリダですね。ホリダもちょっと今ひそかにブームになってますんで、なかなかこう
安くは手に入らないみたいで、なんかちょっとこう相場より安かったら買いなんでしょうね。ただちょっと私は分からん。モンスト、あっちゃんですね、岡部のあっちゃんから来たモンストですかね、あれはすごい順調なんですよね。あれすごいよな。小株で最初来た時小株なくて、で一時したらなんかあれちっちゃいのができとるねと思って小株が入って、でもそれも今でかくなったですもんね。あれはすごい、まだ1年も経ってないのにあの大きさになるったいねと思って、もうずっと外ですよ。ネタのユーフォルビア系はもうある程度したらもう家の中にって感じなんですけど、あれはすごいな。まあ、オベサと兄貴から来たのマジオラとゲンコツはもう家の中ですね。あそこがいいみたいですね。分からんですね。だけど結構日を当てすぎるのも良くないとですかね。本当分からんですね。奥深いわ。まあそんな感じでお休みまったりさせていただきました。はい、もうやばい、もう汗すごいな、汗かいてきたですね。もうおっさんやね、親父汁が出るんです、親父汁がきっとねそんな感じでございます。はい、じゃあ明日は木曜日ということで、週折り、明日休みよね、みんなお休みの人が多いかもしれないですね。はい、秋分の日でいいんですかね、はになりますね。はい、お休みの人はまだゆっくり休んでください。お仕事の方はもうちょっと頑張りましょうかね。はい、もうちょっとしたらお休みが来るかもしれませんね結構4連休とか結構 いっぱいいらっしゃいますよね。頑張ってくださいね。ということで、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。はい、じゃあ今日は以上です。じゃあ2時